それでは今回もシゲル縛りでクリア目指してやっていきましょう。前回はチャンピオン戦まで行ったものの、結局負けちゃったんだよな。今回こそ最終回にしてみせる。まずはカンナ戦。結構レベルも上がってきたな。そりゃあんだけ挑戦し続ければね。ウーハーおじさんも撃破。続いてキクコ。こちらも難なく撃破。こんな道中に苦戦してられる勝手ですよ。最後に渡る戦。ドラゴン使い、わら、に負けるわけないですね。手持ちにドラゴンタイプ1体しかいないんだもんな。まさに四天王の恥。さあこれで残るはチャンピオンのライバルのみ。今度こそ勝ちたいところ。どこにもドラゴン軍団なんていなかったんですが、ここで簡単に最後のチャンピオン戦の解説だぜ。ライバルの使ってくるポケモンで、基本的に気をつけなければいけないのはこの2体。素早さで誰も勝てない上に、エアスラッシュで毎回ひるみを狙ってくるピジョット。エアスラウンゲ、ダメ、絶対。ピジョットに対面で勝てる可能性があるのが、うちのパーティーではゴローニャとイーブイくらいしかいないから、いかにひるまず倒せるかといったところ。最初に出てくるのは確定なので、ゴローニャだけで運よく倒せればいいんですけどね。こればっかりは運次第。もう1体はヤドラン。地面タイプが多いうちにとって、耐久型水タイプというのが非常に苦しい。こっちに関してもまともに戦えるポケモンがパーティーで2体しかいないっていうね。カメックスの悪の波動か EV のビリビリエレキでうまく押したい。というかこの2体で倒せないと負けみたいなもんだからな。残りは基本的に苦戦する相手ではないので、いかにポケモンを残しつつ倒せるかが勝利の鍵になりそうですね。そしてライバルのポケモンの出し方だが、さっきも言った通り、最初はピジョット固定、そして場に出てるポケモンが倒されたりすると、相手のポケモンに対して、タイプ相性のいいポケモンを出してくるぜ。タイプ相性が悪かったりすると、たまに交代したりもしてきますよね。なので、相手が何を出してくるかはわかりやすいから、次に出てくるポケモンに対して、有効だとなり得る技があるポケモンを出していくのがいいぜ。技範囲が豊富なポケモンの方が、このバトルではいいってことですね。以上の点を踏まえて、かなり考えて戦術を練ったので、今度こそ勝ってみせます。ここで負けたらまた最初からだから、気合入れていけよな。前回勝ったからって家顔しやがって、前回も全く同じ顔してただろ。さあ今回こそ、そのチャンピオンの席を譲ってもらおうか。今回の戦いで勝てないと、もう一度四天王から振り出しとなるこの一戦ですが、今のお気持ちはいかがですか霊夢さん。キキキ緊張なんてしてませんよ。ガッチガチじゃねえか。前回とはポケモンのレベルも全然違うんです。これで負けたらもうポケモン売るっきゃねえ。ここまで来て失踪するのだけはやめてくださいね。さあいよいよ最後のライバル戦。最初は固定のピジョット。このピジョットをゴローニャで倒せればかなり楽。字幕に悪意を感じるんですが、過去のライバル戦で何度もひるまされてるので致し方なしたかし。そういえば砂かけやすらとかされてたもんな。あれはひどかった。それより問題はここ。ひるむな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 。ひるなんです。どういうこと？説明しよう。ひるなんですか？やっぱ結構です。なんでだよ。な、何はともあれひるみは回避できましたね。岩流れも外れなくてよかったな。ひるむな。うるせえ。やったぜー。だからうるせえって。でも見てください、マリッペ。変な名前で呼ぶな。あの強敵をえのきだけで倒すことができました。だからその字幕やめろ。でも実際ここで倒せたのはかなり大きいな。次のラフレシアも想定済み。おそらくここで相手は草技のソーラービームを使ってくるので、一旦岩流れで攻撃して、次のターンに自爆を決めていきましょう。最後まで手榴弾にされるえのきさん。あと1レベ上がってたら大爆発も覚えたんですけどね。はぜろ。倒せはしなかったものの威力。えのきだけでかなり仕事してくれましたね。これだけ削ってくれてれば後続も楽ってもんですよ。ここでもうアジサイ出すのか。どうせ冷凍ビームで一発ですし、ここでアジサイを出すことで、相手の雷柱を早めに出させて、他の地面タイプでささっと処理しておきます。地面タイプがいなくなったら雷柱もきつくなるもんな。ラフレシアも無事撃破ですね。そして計画通りの雷柱。ここはどうせ電気技なので、予定通りヒアシンスに交代しましょう。これで相手の電気技を透かしつつ、タイプ有利なヒアシンスが出せるのか。そういうことですね。よしよし。予定通り、ここまではかなりいい流れ。ヒアシンスはかなり技範囲が豊富なので、次に出てくるポケモンにも対応しやすいのがいいところ。まあタイプ的におそらくヤドランが出てくるだろうがな。くっそ、こっちが回復使えないからって、これ見よがしに使いやがって。誰だよ、回復縛りしようとか言い出したやつ。お前だよ、この回復縛りがなかったらどれだけ楽だったか。まあまあ、この回復は大して意味がなかったんだし、あまり気にするなって。それは私のセリフじゃない。
っていうかライバルもライバルで、どんだけ回復使うんだよ。さすが相棒ポケモン、愛が感じられるな。傷ついたそばから感知させられて、殴られ続けるのは果たして愛と呼べるのだろうか。そう考えるとちょっと嫌だな。その点私は無理にポケモンを戦わせたりしませんからね。なおその分本人が苦しんでる模様。ポケモンの苦しみに比べれば、このくらいどうってことないですよ。さっきまでと言ってることが全然違うじゃねえか。手のひらくるっくる、くるっくるワイパー。ってそんな話してるうちにヤドランか。暗い雷パンチ弱点ってなんだっけ。さすがの物理耐久。まあ雷中はちゃんと倒してくれたし、ヒアシンスの仕事としては十分だろう。相手の残りポケモンは3体ですし、残りはアジサイに任せましょう。ライバル戦はタイプ的に、アジサイの活躍の場が多いな。ここさえ突破できればあとは簡単なので、なんとか突破していきたいところ。悪の波動でどのくらいダメージを与えられるか。悪くないですねー。アジサイ最強。散々ひるみに文句言ってたやつが、ひるみで勝利をもぎ取ってる件について、これは運ではなくアジサイの意志の力、私とアジサイの勝ちたいという気持ちが、ひるみを出したと言っても過言ではないでしょう。過言です。残るポケモンは2体、今出てきてるギャロップと、あとはガラガラだな。両方とも水タイプのアジサイでタイプ有利が一貫してるので、下手をしなければ負けはないはず。どうしていつもフラグを立てたがるのか、それがわからない。そのふざけたフラグをぶち壊す。でも実際こっちにはまだまだポケモンが残ってるわけですし、さすがにここから負けはないと信じたい。序盤のゴローニャの活躍と、何よりさっきのヤドランをひるませたのが、かなり運が良かったよな。通常ではかなり苦戦したであろう2体を、難なく突破できましたからね。ビジュットにひるまされたり、ヤドランに光の壁を張られてたりしたら、どうなってたかわからないからな。さあ何度も回復はされたものの、ギャロップも無事突破できましたね。フレアドライブ持ってる高速アタッカーって考えると、普通ならもう少し苦戦しそうだが、それもこれもアジサイで万事解決万々歳ですね。最後のはちょっとわからんが、まあそうだな。いよいよ最後の一匹です。最後の一匹はガラガラ。ストーリーで出てきたからからでしょうか。こいつもタイプ相性で有利だから、大丈夫そうだな。長い戦いだった。これで、終わりだ。アイムビクトリー。というわけで無事ライバルを撃破。お前はいいライバルだったよ。大木戸博士。っていうか大木戸博士は何しに来たんだ。確かにそう言われてみれば、なんで研究者がこんなとこいるんだ。そういうのって普通チャンピオンがするもんじゃないの。ライバルも笑顔でお見送りしてくれてるぞ。実はこの後、大木戸博士と真のラストバトルがあったりして、何ゴンクエストだよ。さすがにそれはないだろ。ですよねー。何はともあれ、これで無事クリアですね。これでようやく殿堂入りだな。それでは最後にここまで一緒に戦った、ポケモンたちの紹介。アーモンド。長い旅で常に活躍し続けたうちのエース。エノキ。ボム、手榴弾。ほんと最後まで扱いがひどい。ヒアシンス。何かと活躍の多かった縁の下の力持ち。アジサイ。最後の戦いで超活躍したサブエース。ステラ。毒使い、中盤ではお世話になりました。モミジ。移動や、終盤での活躍がすごかったダークホース。馬ではないけどな。というわけで、これで本当にクリアとなります。シゲル縛りという、非常にコアな縛り方にもかかわらず、ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。クリアまで何ヶ月もかかってしまいましたが、無事完走できてよかったです。それでは、ご視聴ありがとうございました。